148番、クイン家管という、音速を測る装置の問題です。これがクイン家管です、ここから音が入ってきます。音が2方向に分かれて、この中管になってますから、両側に分かれて、ここで合流して、こちらで音を測定します。左コースを伸ばすことができます。伸ばすことができます。そうすると、右コースと左コースの距離が変わります。L1-L2 が存在してきます。そうすると、ここで聞く音が強めあったり弱めあったりするのを測定しようという実験です。簡単に言うと、ここに、音波がやってきます。これが2方向に分かれます。で、ここで合流をしますが、同じ距離であれば、ここで山同士が重なっていくわけですね。だから大きな音になります。ところが、こちら側を少し距離を長くすると、右コースが先に波が到着して、左コースは波が少し遅れているわけですね。ここ少し遅れています。その結果、ここで山と谷がぶつかっちゃう。っていう現象が起こります。このまま行くと音が消えてしまうわけですね。左側のコースが右コースよりもこれだけラムダだけ遠ければこの山とこの山が重なってしまうのでちょうどここに1波長ありますがこれは強め合うパターンです。ラムダの一つ分違えばちょろ強み合うわけです。これ二つ分違うと次の山とまた山が重なってまた強み合うんですが、全く一緒でも結構です。L1、L2 が引き算をしたらゼロの場合もいいんですが、これの半分、山一個、谷一個のどちらか一個分だけずれると山、谷が重なってゼロになってしまうというのが干渉の式の本当の理由です。はい、では問題に戻ります。小型スピーカーから出る音の波長ラムダを求めましょうという問題です。上側のコース PAQ を 0.1 メートル引き出した。つまり下側の PBQ のコースと上側の PAQ のコース、はじめは同じなわけですが、10センチ引き出すということは、ここ10センチ伸びて、ここも10センチ伸びますから、20センチ黒コースが長くなるわけです。赤コースに比べると、黒コースは10センチ引き出すと20センチ長くなります。これが 0.2 メートル長くなったわけです。L1 コースは L2 コースに比べ、黒は赤に比べ、0.2 メートル長くなりました。そうすると、初めて弱めやったですから M.5 ラムダ、初めてですから 0.5 ラムダで弱めやったという干渉の式になります。したがってここからラムダを求めると 0.5 で割りますから 0.4 メートルという答えになります。2番です。今度は1オクターブ高い音、振動数が倍、波長が半分、同じことです。を P から送り込んだ場合、初めて音が聞こえなく弱め合うのはいつでしょうかという問題です。これは、波長が半分ですから、今度送り込む音は、ラムダダッシュは 0.2 メートルの波長の音を送ります。公式に代入しましょう。L1-L2 が初めて弱め合う場合ですから、0.5 の 0.2 倍。は 0.01 ですね、ごめんなさい、 0.1 メートル差があるときに、黒いコースが赤いコースよりも 0.1 メートル差があるときに初めて音が消えます。つまり引き出す距離は 0.05 メートル、こちら側 0.05 メートル、こちら側 0.05 メートル、合計黒コースが赤コースよりも 0.1 メートル長いときに音が初めて弱め合います。